いつの間にこんなものが。待て。ん？ポケットに入っているものを出してもらおうか。なに？生徒を校則で縛らず、自由闊達な学園生活を理想とした我が三海高校。その校長の心を踏みにじり、飛行に走る虫けらどもめ。虫けらだってよ、俺たち。てめえ、2年の分際で上級生に立てつく気かよ！どんとせい！フォーはファイブ！素直に出せばいいものよ。さすがは鬼の風紀委員長。昨日で俺の自宅謹慎も解けたし、早速作戦会議しに来たんだけどよ。作戦会議？これだよこれ、ダグオンだよ、ダグオン。忠告したはずだ。軽はずみに我々の秘密を口にするなと。覚えてろ！もし今の奴らが宇宙人の変身だったらどうする？我々は正体を見破られ、我々はもちろん周囲の人々にまで危険が及ぶのだ。ま、あんなアホ面は宇宙人にもいねえだろうな。あらかじめ断っておく。学生の本分はあくまでも学業にある。正義の味方に私は就職するつもりはない。待てよカイ。目上を呼び捨てにするな。ケッ、冷めた野郎だぜ。おっちゃん、おっちゃん。ん？ああ、わしのことかね。柔道部ってどっか上がる？あんまり広いんで迷っちまった。ああ、柔道部ならこの石段を登ったところの道場でな、朝稽古の最中じゃよ。サンキュー。でもよ、勝手に穴掘って大丈夫？うちの校長、自由な校風がモットーだとか言ってるけど、俺なんて1週間の自宅謹慎だもんね。のう、それはそれは。ま、その間勉強しなくて済んだけどさ、おっちゃんも校長に気をつけろよ。わかった、気をつけるよ。え、首相はどこにいるかって？この時間なら多分テニス部の方だ。テニス部？もっとさ、手首のスナップを聞かせてごらん。そうそう、その感じ。よくこれで首相が務まるよ。尊敬しちゃうね、ほんと。柔道部の方は真面目に練習してたか？若干一名を除いてな。とにかく俺、女の子と青春を謳歌する一般的な高校生なわけで。一般的ね。正義の味方って柄でもねえし、宇宙人との青春はお前に任せる。一種の軽素生物、僕たちが倒した例の宇宙人です。隕石の破片を採取したのですが、ケイ素の特徴である八面体の結晶が。すげえや。でもさ、サルガッソにはもっともっといろんな宇宙人がいるはずだぜ。ちょっと待ってください。宇宙人に興味を惹かれるのは事実です。しかしながら僕は戦いを好みません。でもよ、ブレイブ星人は俺たちに地球を守れってさ。新しい宇宙人の細胞が手に入ったら持ってきてください。
いるのは分かってんだ。話があるから出てこい。え、なんだよマリア。私と一緒に来て。おい、ちょ、ユウのやつ探してんだってば。早く。何をする気だよ。逆光催眠、あなたの失われた記憶を蘇らせるの。俺の何だって？私の目の前で、あなたたちの乗ったパトカーは隕石の下敷きになった。なぜ5人は無事だったのか。それは、その…おそらく、あなたたちは UFO に誘拐されて、その間の記憶を消されてしまったんだわ。何かをインプラントされた可能性もあるわね。俺の記憶は正常だ。大地、お前催眠術なんてできるのかよ。失礼ね。犬による動物実験は成功しているわ。犬？バカ野郎、俺犬じゃねえぞ。なんだこれ。この1週間に目撃された UFO の情報よ。もっとも大抵が何かの誤認なんだけど。あら、どうした。町高森ビル上空、確か今朝ニュースで変死体が発見された。変死体？完成間近の無人ビルで警備員が全身に酸のようなものを浴びて。本当か。ドロドロに溶けてほとんど原型をとどめていなかったそうよ。エスケープかね。あ、おっちゃん。わしもよくこの塀を乗り越えたもんだ。おっちゃんが？しかし、学生が勉強をおろそかにしてはいかんな。時には勉強より大事なことだってあるんだぜ。じゃあね。なあ、君。あ？そっちには教頭先生がおる。こっちの道から行った方がいい。本に切るぜ。何？レンが脱走した？最初は授業を受けていたはずなんだけど、気がついたら。本当にエンは北町に行ったのか。変死体のニュースを聞いて顔色を変えていたから多分。 UFO と変死体、確かに匂いますね。あのバカ一人で大丈夫かいな。どうします、カイ。ねえみんな、何を隠してるの。授業だ、教室に戻るぞ。人のビルじゃなかったのかよ。殺さないで。お前ガク、確かガクとか言ったな、マリアの弟の。ああ、ガクガク言うな。本名はマナブだ。でもなんでこんなところに。サインをもらいに来たんだ。サイン？あの怪物をやっつけてくれた謎のヒーローのさ。事件あるところきっと現れると思ってね。お前学校は聞くのよ。自分の首を絞めるようなことは。何？ここに書いてあるものは宇宙人。宇宙人。オフィス街といえば美人 OL。 ねえみんな、何を隠してるの。では次。広瀬海、早退します。僕も早退します。俺もね。え、
これは暗重力フィールド装置だ。宇宙人？現在このビルを中心に半径1キロ圏内の都市が空中に浮上している。この町は我々ザゴス星人の空中都市となる。逃げろ！逃げられるものか！町が浮上している。ビルの中に反重力装置があるんだ。円盤だ。円盤は俺に任せろ。お前たちは装置を頼む。そう。
どうだ、なんとかなりそうか。味は済んだかな。なんだよ、いい服着ちゃって誰かと思ったぜ。デート？控えろ、エン。お？紹介するぜ、このおっちゃんはな。誰だっけ。バカ、校長だよ、校長。旭山校長です。校長？全員直ちに校長室に集合。今からわしが補習授業を行うからな。ああ、汚ねえぞ、おっちゃん。いや、校長。自由な校風とは決して勉強をおろそかにすることではない。大道寺、特にお前には1週間分の補習を行う。そんな。これも青春じゃよ。だって追撃したけど、しまった、敵の攻撃食らって体が動かない。だけど俺がダグファイヤーがいなきゃ奴は倒せない。海、神、欲が危ない。え、みんなが融合合体した。次回、勇者指令ダグオン、ダグファイヤー戦闘不能。頼むぜみんな。